皆さんこんにちは。レッスンをしていく中でウエヘとレレウエヘがうまくできないという声をよく耳にします。ウエヘは、まあ、ウエヘでとしても分かりやすいんですけど、レレウエヘはレレウエヘのステップの中にヘラの形とウエヘの形がミックスされています。 ですので今回はウエヘ、ヘラ、レレウエヘの順に説明して、どういうところに注意すればこれらのステップが形よくしかも故障なく踊れるかについて説明したいと思います。先に説明すると、このレラのステップがうまくいかない原因に踏ん張る場所ということになってきます。でこれらのステップをするときにどうしても体重を外で踏ん張りたがってしまうということが特徴としてあるんですね。でそうすると形もよくできないし、例えばスピードが速くなったとき踏めなかったり、まあ、いろいろなやりにくいことが出てきます。でこれらのステップを内でぐっと踏ん張りながら外に体重を流すようにして行うと、どれも健康的に故障することなく、しかも見栄えよくスピードにも負けないように踏むことができます。ですので今回、3つのステップを順に説明していきたいと思います。今日はステップの見直し、ヘラについて説明したいと思います。ヘラは重心を入れ替えるときにどうしても外に体重が行きがちです。で外に体重が行くと膝の外側を痛めてしまいがちになります。ですのでヘラをするときに膝の外側が痛い人などはもう一度ヘラのステップを見直していく必要があると思います。ヘラのやってしまいがちなダメな例をしたいと思います。これは足の裏の外側に体重がかかっていて、内で踏ん張れていない時の様子です。1、2、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 
外側に体重をかけた丸いヘラの例をしたいと思います。ではヘラをするときに内側で強く踏んで外側が比較した場合内よりも軽く踏むという時の正しいヘラをしたいと思います。1、2、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 
ヘラも全く同じです。正しいフォームでした場合、内側に体重がかかっているので股関節がこのような形で折れています。内側に体重を乗せた正しいヘラの例をしたいと思います。1、2、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 
強くかかっているかで健康的に踊れるかどうか、また見た目が美しいかどうか、非常に大きい結果として出てきます。ですので外側に特に力の入りやすいステップは気をつけて、内の方にしっかり踏んで、外は若干軽く、内と比べて軽くてもいいので、その体重の乗せるその比重をしっかり考えて練習すると早く上達すると思います。
今日はステップの見直し、ヘラについて説明しました。ありがとうございました。